工作昔話一寸法師。昔あるところに子供のいない夫婦がいました。そんなある日のこと、小さな男の子が生まれました。親指ほどの小さなことから一寸法師と名付けられました。ある日、一寸法師は都に行って侍になることを決めました。針の剣を腰に刺してお椀の船に乗って川を下りました。都に着いた一寸法師は大臣の屋敷を訪ねました。大臣は一目見るとすっかり気に入り、屋敷に置くことにしました。月日が流れ、たくましく育った一寸法師はお姫様に仕えました。ある日出かけた時のこと、帰り道に鬼が現れました。お姫様をさらいに来た鬼から一寸法師は守ろうと戦いますが、パクリと食べられてしまいます。それでも一寸法師は持っていた針の剣で鬼のお腹の中で大暴れします。痛がる鬼は一寸法師を吐き出します。鬼は逃げ出すと打ち出の小槌を落としていきました。お姫様が大きくなるよう願って打ち出の小槌を振りました。すると一寸法師はみるみると大きくなりました。やがてお姫様と結婚した一寸法師はいつまでも幸せに暮らしました。おしまい。